鹿追町は北海道加藤郡にある町。町名はアイヌ語のクテクウシに由来している。クテクウシの区とは弓の呼び名であるが、この場合は木弓という意味である。クテクとは柵を結んで天っぽを仕掛けて鹿を漁をするところであり、クテクウシのところとなる。これを危くした地名が鹿追である。十勝平野の北西部に位置しており、北は上士幌町。 北東に、四幌町、南は、乙府家町、南西は、目室町、清水町、西は、新徳町に接している。町の北辺が、大雪山国立公園の区域となっており、ウッペペ山家山、ピシカチ内山、東西のヌプカウシヌプリなどの山々が林立する高山となっているが、南下するに従って、差別湖を水源とするシカリ別川が作った。 戦場地が広がっている。町内の全域が十勝鹿追ジオパークとして日本ジオパークに認定されている。鹿追町は山陸部を除いて気温差の激しい内陸性気候となっており、夏季の高温や冬の低温乾燥が顕著に現れ、年間を通じて比較的晴天便が多く、湿度も低い。また、10月以降は急速に気温が低下するほか、 積雪量も少ないため、土壌が深く凍結して春透が遅い。さらに、数年に一度くらいの割合で冷化となることがある。冬季は隣接する新特徴と同じように、トカチ山脈から吹き下ろす北西の風が卓越しやすく、斜面にあることから冷気庫となりにくために1月の平均最低気温はマイナス12.3度とトカチの中では冷え込みが弱いのが特徴である。 人口は終戦後に集団疎開者などの入職や自衛隊駐屯地の誘致によって増加し、1961年には1778人に達した。その後は例外や他産業が発展した影響によって農業者の利農が進み、減少の一途をたどってきたが、1965年以降は、落農や寒冷地作物の振興策、農業基盤整備などの施策により、 横ばい傾向になっている。鹿尾市長は、1902年に、東京の山田松次郎が、現在の貸し替付近に入職したことが始まりであると、言われている。1913年には、駅停所が開設し、本州各地から、移住団体などが入職することで次第に、町づくりが進んでいった。国の機関道の、機関警察消防病院電力高等学校。 中学校小学校認定子ども園保育所、鹿尾市町の農業は、落農と畑作が主体であり、一部で混合経営が営まれている。機関作目は、牛乳、天才、ジャガイモ、豆類、小麦、飼料などであり、適正な林作の確率と肉用牛の使用などによる自力の増進を図っている。また、最近では、キャベツや、 アスパラガスなどの野菜の栽培にも力を入れている。土地基盤整備は農業近代化施設整備事業によって生産の合理化を進めるため、高能率大型機械や生産施設を導入しており、生産組織の育成と集団活動の推進を図っている。また、コントラクターを整備し、経営の弾力性、ゆとりの創出などを目指している。 2007年にはバイオガスを有効資源として活用するためバイオガスのプラントを核とする鹿尾町環境保全センターが稼働開始した。2016年には売ク地区にもバイオガスプラントを整備しており再生可能エネルギーを推進するとともに地域資源による循環型社会の構築を目指している。組合スーパーマーケット金融機関、郵便局宅配便。 笹川付近の国道274号、白川峠から十勝平野を望む町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 北海道赤昌線及び根室本線の新徳駅。廃止された鉄道かつては新徳駅から接続していた北海道、卓色鉄道が運行していたが、1968年に廃止となった。町内を通る 幹線道路は、シーニックバイウェイの、十勝平野、三クルートになっている。同指定調指定映画ドラマ50音順鹿尾い町町民検証、昭和45年8月24日、国事宣言鹿尾い町長課行政観光。ありがとうございます。